マスター文法、N2、ページは64ページです。14課、何々けれど。復習。返すのはいつでもいいと言ったけど、返さなくていいとは言っていない。バーパスカルナカビビーティケボレテレキン。バーパスカルナナイチャイエアイサナヒボレヘン。せっかく富士山の近くまで行ったのに、天気が悪くてよく見えなかった。ボートメヘナツセ、マウント富士系ナズディキタクガエテ、フィルビー、モッサムカラフター、アッチャセデカイナヒディア。忙しくても、メールの返事は必ず書きたい。ビアステヘフィルビー、メールかリプライ、ザルールリクナチャハテヘン。1何々にもかかわらず、これもフィルビーですね。矢印、何々には影響されないであることをする。グチグチチーズメプラボーリエビナアサルキエビナグチチーズコーカルナ。1、水道工事の人たちは悪天候にもかかわらず作業を続けている。パニカパイプかコンストラクションかアドミーログカラーブモッサムヘフィルビーカムコールザリーカルライヘン。2、中村先生はお忙しいにもかかわらず快く僕のレポートをチェックしてくださった。中村さんビアステヘフィルビーボホテクシセメラレポートコチェックカルディエテ。3. 足を痛めたにもかかわらず、村田選手はマラソンコースを最後まで走った。パイルコーダラドカルディアフィルビー村田キラディドールワラコースコーラスタクドールディア。名詞普通形な形容詞である名詞であるプラスにもかかわらず、全体として前の事実に影響されないことに対する驚き、意外感を表す。プラホルパートケルプメパフレカファクトメアサルナヒカラヘウスバトケプラティアチャルサケットサプライズアールジョ意外感ジョアンエクスペクテッドワラフィーリングをエクスプレスカルテヘ。あとには話者の希望、意向を表す文や働きかけの文は来ない。バッドメン、ジョスピーカーか、アーシャー、イッチャーコ、エクスプレスカルネカセンテンス、アルカムカルワネカセンテンス、何やったへ。2. 何々ものの、何々とは言うものの。アイサーヘンフィルビー、アイサーボルテヘンフィルビー。矢印。何々は事実なのだが、その事実から当然想像されることが起こらない。くちくちチーズヘファクトヘレキンウスファクトセナチュラリーカルプナキアジャタヘウスチーズナヒホタヘ。1. 明日の天気です。カルカモサムヘ。関東地方は晴れるものの風が強いため寒く感じられるでしょう。関東エリアドゥープヘフィルビーハワーテージヘウシカランタンダメヘスス・ホジェイガ。 2. 高価な着物を買ったものの着るチャンスがない。マハンが着物を借りでフィルビーペヘンネカモーカーナヒヘ。 3. 不景気とは言うものの人々の表情は明るい。バーデエコノミーヘボルテヘフィルビーロゴかフェイシャルエクスプレッションボードブライテヘ。4. 手術は成功したとは言うものの、まだ心配だ。オペレーションサファルタフは、エサカハテヘンフィルビー、アビタクチンタヘ。動詞形容詞、普通形な形容詞なである、プラスものの。名詞普通形な形容詞、プラスとは言うものの。事実または確実性が高いことにつく。ファクトや
जो निश्चित वाला नेचर जो है हाई वाला चीज में लगेगा後には想像される通りではない、まだ問題があるという意味の文が来る。バッドメン、カルプナキアジャタヘ、ウシタラナイヘ、アオルサマシアヘ、アイサーアルトワラセンテンスアイガ。働きかけの文は来ない。カムカルワネカセンテンスナヒアタヘ。3、何々ながら、ながらも。アイサーヘフィルビー。矢印、何々という状態から予想されることとは違う。何々けれどもと前置きする。こちこち、あいさ、エスティティセ、プレディクトキアジャネカバートセ、アンタルヘ。あいさヘフィルビー、エセ、パウレセ、バタナ。1、毎日この道を通っていながら、ここにこんな素敵なお店が、こんな素敵な店があるとは気がつかなかった。ハルディン is サラッコアテジャテカルテヘフィルビーヤハンパルエトナワンダフルドカンヘパタナヒチャラ。2、狭いながらも庭があるので私は花を育てて楽しんでいます。チョーダヘフィルビーがバギチャヘイスリエメンフォルコポスケエンジョイカルラハフォン。3、あの子は子供ながら社会の動きをよく知っていますね。おばちゃばっちゃへフィルビーサマージカジョムーブメントコアッチャセジャンテヘンナ。動詞マスがカットになります。イ形容詞はイ、ナ形容詞はであり、名詞であり、プラスながらも。状態を表す言葉につくことが多い。前後の主語は同じ。エステティコ・エクスプレス・カルネカ・シャブドメ・ラグネワラ・ザダヘ。アゲ・ピチェカ・サブジェクト・セームヘ。3は、マイナスの状態を認めて、前置きとして言う言い方、使い方。ティンヘン、ジョマイナスカエスティティコアドミッカルケ、パフレセエクスプレンカルネカループメボルネカ、イスティマルカルネカタリカ。マイナス評価の言葉、小さい、わずかなどにつく。マイナスワラエヴァリエーションカシャブ、チョータアウルトラサ、ワガラメラゲガ。4、何々つつも。矢印、何々という心の動きとは、行動が違っている。くちくちあいさん、じょデルカムーブメントセ、アクションビヘビアアンタルヘ。1、早く返事を書かなければと気にしつつまだ書いていない。ジャルディリプライリクナパレガセデアンデーランヘンフィルビーアビタクリケナインヘ。2、危険だと知りつつ山道を登り続けた。カタルナケヘジャンテフエパハルカラスタコチャルナジャリキエ。3、体に良くないと思いつつも毎日インスタント食品ばかり食べています。サリルケリエアチャナヒヘアイセソチテフエビハルローズジョインスタントカーナマタロマギジャイサケワルカテラテヘン。動詞、マスフォームのマスを消してプラスつつも。心の動きや言語活動に関係する動詞、思う、知る、言うなどにつく。ディルカムーブメントやラングエッジカアクティビティ名、3番ドラバーブソチナ、ジャンナ、ボルナ、ワガラメ、ラゲガ。あとには、話者の推量、希望、意向などを表す文や、働きかけの文は来ない。バッドメン、スピーカーかゲッシング、アーシャー、イッチャーワガラコ、エクスプレスカルネカセンテンス、やカムカルワネカセンテンス、ナヒアタヘ。前後の文の主語は同じ。アーゲピッチェカセンテンスか、サブジェクト、セームヘ。5、何々と言っても、エセカヘ、アイセカヘンゲビ。矢印、実際は何々ということから想像されるイメージとは違っている。
वास्तव में ऐसा ऐसा बात से कल्पना किया जाने का इमेज से अंतर है। 1. 私は今おばの家に住んでいる。मैं अभी एंटीक घर में रह रहे हैं। रहता हूँ। おばといっても母の兄弟ではなく祖母の妹にあたる人だ。आंटी कहें कि भी मामी का बहन भाई बहन नहीं है दादी के बहन में होने वाला पर्सन है। 2. 料理ができると言っても私が作れるのは簡単なものだけです。खाना बना सकते हैं बोलेंगे भी मैं बना सकता हूँ इजी वाला चीज केवल है। 3. 今も私の仕事はきつい。अभी भी मेरा जॉब बहुत टफ है。でもきついと言っても前の会社にいた時ほどではない。लेकिन टफ है बोलेंगे भी पहले का कंपनी में थे उस समय के जितना नहीं है। 名詞普通形プラスと言っても後には何々からイメージされることとは違うという意味の文が来る。バッドメコチコチチーズセイメージキアジャネカバッドセアンタルヘイエサアルトカセンテンサータヘイ。 6. 何々からと言ってエサイセリエヘイボルカル矢印ただ何々という理由だけではその理由から普通に予想されることは成立しない。セルフアイサイサカラン系悪せオスカランセジェネラリージョーバビシュアニキアジャネカバーテをコンプリートナイホタヘ。1. 連休だからといってデパートに勤めている私たちは休めるわけではない。ランバチュティヘイセリエウォルカルमोर में काम कर रहे हैं हम लोग छुट्टी कर सकते हैं ऐसा बात नहीं है। 2. 好きじゃないからといって食べ物をこんなにたくさん残してはいけませんよ。パサンドなひへえさボルケルかなこエトナジャーダジョチョルナティークないへ。 3. 忙しいからといって睡眠をちゃんと取らないと体を壊しますよ。ビアスヘイイセリエアイサボルケルジョソネカサマイコアチャセナヒレレゲトサリルカラブホジャイガ普通形プラスからといって何々だから当然点点点だという文を否定する言い方アイサイサヘイイセリエナチュラリアイサイサヘイアイサセンテスコインカルカレネカボルネカタリカ後には部分否定の表現何々とは限らないわけではないとは言えないなどが来ることが多い。バードメ、パーシャリー、インカルカルネカ、エクスプレッション、アイサフィクスないへ、アイサバットないへ、アイサ何ボルサクテヘ、わがら、アネカバットジャダヘ。